メイクアップレッスンが終わりました。今こんな感じでやったよ。ちょっと今片付けてる。How's going? Hey. Oh. How's going? Oh, we're alive. I'm tired now. あれ、私これさ、初めのやつ撮ってないよね。今日は撮ってないよね。おはようございます皆さん。今日は、日本人の方から連絡をいただいてメイクアップレッスンをしたいっていうことだったので、赤ちゃんが大きくなってきて長時間旦那に見てもらえるようになってきたから、少しずつフリーランスの仕事やっていこうと思うんだけど、そう最近日本人の方から連絡をいただいてメイクアップレッスンしてほしいってことだったので、今日は、メイクアップレッスンしました。はいで、先ほど帰られて、で私よく今片付けて、でこれから、お家に帰るんだけど、すごい楽しかったです。お仕事終わったからお家帰ります。そうですね、おっぱいあげないとおっぱいが痛くなってきた。まだ母乳あげてるから赤ちゃんに、ちょっと早く帰ってあげたいですね。正直ね、レッスンだけの時間で足りないですね。いっぱい話しちゃうからね。よし、じゃあお家帰ってお昼食べないと。子供たち生きてるって言ってたから多分大丈夫と思うけどどうなってるかな。マジ家の中がすごいことになってそう。こんにちは皆さん。ははー、見て。最近化粧品の買い物をしたので、ビデオ回しながら開けていこうと思います。自分のものに買ったのと、あと自分のお客さん用のキットに入れるものとして最近買ったものがあるから、この機会にね、カメラを回しながら一緒に開けようと思って。OK、まず一番初めにセフォラです。一番初めにこれはアナスタシアビバリーヒルズのブロージェルです。眉毛のやつ。これは自分のお客様用に買いました。私は最近自分の眉毛は、相変わらずエルフのクリアジェルを使ったりとかもしてるんだけど、ソープも試してて、でソープは1年2年ぐらい前から流行りだして、でトライしてみたんだけど、なかなかなんかうまくつかめなかったから、もうやってみてはと思ってやめて、またトライしてみてはと思ってみたいな感じだったんだけど、最近やっと、あ、こういうことだったのねみたいなのがだんだん分かってきたから、まあソープは自分に使ってます。だけどお客さんにはこのアナスタシアのクリアジェルが一番いいっていう、このマーケット上のメイクアップのマーケット上の中で、まあ、一応これがいいっていう風に言われてるし、まあ、これがいいかなと思ったから、まあ、とりあえずこれを買いましたけども、そうだね、なんかお客さんにもソープを試すのやってみたいけど、まず自分がね、なんつうの、しっかりそれを理解してないと使えないから。まあ、とりあえずこれはお客さん用です。新しいアイシャドウパレットのヌードを買いました。これは自分のメイクアップのキットに入れるつもりです。なんでこの色を買ったかっていうと、みんなこうやってるよね。なんでこの色を買ったかと言いますとですね、見てください。お、見て、めちゃくちゃブライダルカラーじゃない？で正直な話ね、いろんなカラーを持ってたとしても、フリーランスのメイクアップアーティストやってて、そのお客様にもよるけど、結構自分のお客様の幅が、そういう、なんていうのかな、モデルさんとかそういうなんていうのかな、広告系なんかテレビとかさ、そういうのじゃなくって一般の結婚式だとかパーティーだとか、そういう系の人っていうのはカラフルなのとか別に好まないんですよ。たまにいるけどね、紫のアイシャドウ使ってみたいとかいう人とかいるけど、カラフルなの全然好まなくて、どっちかっていうとこういう今流行りの赤みのあるアイシャドウ系とか、あとヌード系が好きなんですよ。特に私がこれを選んだ理由は、そのシマーカラー、もうシマーでもないね、これもうグリッターだね。グリッターみたいな感じだよね。もうシマーを飛び越えてるグリッターみたいなカラーもすごい可愛いし、使ってみたいなと思ったから購入したんだけど、これは自分用ではなくお客さん用でございます。はい、フェンティビューティーのこれミニセットなんだって。このダイヤモンドボンブって言われるハイライトと、あとこのリップグロスなんだけど、私リップグロスをそのまま単独で欲しかったんだけど、リップグロス1個が$19だったかなとかするんですよ。でハイライトも欲しかったので、だったら小さいサイズが1個セットになってるやつあるじゃんけ。いくらだったかなこれ、値段書いてないのから覚えてないけど、全然悪くない値段でしたよ。そうだからこれなんで両方試せるじゃんって感じでこれ買ったんだけど、これは自分だな自分におろす、まあ自分に買おうと思って買ったやつだしね。あと次がこのフェンティビューティーのプライマーで、これは小さいサイズのやつです。でこれもこれ自分用に買ったんだよね。そう自分用に買ったんだ。で正直ファンデーションも買おうと思って、それでプライマーを買ったんだけど、ファンデーションを私はいつもオンラインで買わないでお店に行って試してから買うから、ファンデーションはお店に行って試して買おうと思って、で先にまあとりあえずプライマーを買っておこうと思って、でプライマーあるからね他にも、だから小さいサイズでいいやと思ってこの小さいサイズを買いました。でなんでまあこれを買ったかっていうと、そのファンデーションが欲しいなと思ってるファンデーションがあって、まあ、それがフェンティのファンデーションなんだけど、それには絶対にこのプライマーと一緒に使うことに意味があるみたいな感じだったから、それだったらと思って、まあ、小さいサイズあるしと思ってそれで買ったのね。でファンデーションを買いに行きたいんだけど、セフォラにしか売られてなくって、セフォラが家の近くにないんですよ。だからタイミング見て時間がある時にちょっと行こうかなと思ってるんだけど、他に何個か狙ってるファンデーションがあるから、まあ時間がある時に行って試して、で気に入ったのを買おうって感じで。あとこれはタチャのルーティンリフレッシャーだって。タチャルーティンリフレッシャー、これはなんかいくら超えたら、これ見て小さいでしょ、いくら分超えたらなんかもらえるやつとかそういう感じだった気がする。でこれがディープクレンズで、これがウォータークリームだからモイスチャライザーかな。ノーマルっていうオイリースキンに大丈夫な、多分モイスチャライザーだと思う。こういうポイント貯めたら小さいサイズプレゼントとかはフリーランスのメイクアップアーティストにはすごくよくって、フリーランスのメイクアップアーティストって、まあ、私はあれだけど、私はほら主婦だからさ、だけど毎日ねお仕事できないじゃない。だから本当に週末とか時間がある時に仕事に取りに行ってみたいな感じだから、減りが早いわけじゃないわけだから、小さいサイズってすごいよくって、なんでこうやってポイントがたまったりとかしてもらえる小さいサイズとか、あとまあ売られてるのも小さいサイズが結構、ああ使ってみたかったけど高くて大きいサイズは使い切らないしなとか、そういうのいっぱいあるから。それでこのタッチのこれはそうだったじゃん。これはビリーフのアクアボンブハイドレーティングトナー、これも小さいサイズ、これもキットに入れようと思って、あ、このトゥーフェイスのボーンディスウェイ、このトゥーフェイスのボーンディスウェイコンシーラーは小さいサイズが売られたので試してみたかったから、これは自分に買ったんだかな。そう、これはまたプレゼントでもらったアーティストカチョーラっていうインスタグラムで有名なマックダディっていう人がいるのね、男性でマックでずっと店員さんやってて、で自分のブランド出した人なんだけど、まあ、彼の彼のハイライトパウダー、これもポイントがたまったらみたいな、なんかそんな感じだったからもらったのね。あとこれも、これも小さいやつもらった。ジョシー・マーランのウィットアーガンオイルフェイスバター、こういうのもキットに入れられるからポイントたまったらただでもらうやついっぱい今回もらったね、じゃん。であと最近オータでショッピングしたものは KKW ビューティーなんだっけ、ビログでも撮ってたけど、キム・カーダシアンはヌードカラーしかつけないので有名で、彼女が作ったんですよ、化粧品のブランドを。で彼女はリップスティックとかも作ったんだけど、彼女すごいヌードカラーに力入れてて、で、彼女が作ったヌードカラーだからいいに違いないなと思ったわけで、自分にこのセットもう1個買ったのね。閉めよう。自分にこのセットもう1個買ってて、これは KKW ビューティーのリップスティック&グロストリオって書いてある。で後ろを見ると90s スタイルっていうリップカラーと、あとヌード3番と、あとグロスがローズゴールドっていうのが入ってるセットなのね。で自分もこれ2週間前ぐらいに買って、で試してよかったらお客さんのキットに入れようと思って、で買ったんだよ。で試したの、そしてよかったのねで私は結構ジグロだけどいい感じのカラーだったからよしと思って、で私はこれをもう1個お客さんのセット買ったじゃんでそれと他にまた同じリップスティック同じだけど違うカラー、違うカラーで、ヌード4番と5番を買いました。でね、最近気づいたのはこういう感じなわけ。かわいいよね、グラスみたいな感じ、超かわいいじゃん。あとリップグロスはこういう感じなわけよ。で1個のリップスティックが$18ぐらいなんだよね。だから超高いわけではないじゃん。でもNYX みたいとかそういうのに比べて安いわけでもないんだよね。私はいいラインだと思います。はい、リップスティック$18は。で OK、 じゃあスウォッチしようね。スウォッチしましょうね。まずさっきのセットのやつをやろうか。これは私がお客さんに使ったからね。 OK、まず 90s スタイルってやつが、てかさ私今日ここにもうスウォッチで今日買う時にこうやってやったから、こうなってる、ちょっとステインっぽくなってるんだけど、これが 90s スタイルね。でヌード3番がいいヌードじゃない？じゃん。でヌード4番がちょっと濃い。でもこのちょびっとの濃いのがいいんだよね。この違うんだよね、差がすごい出るんだよね。これも超綺麗だし本当。これが5番。90s スタイルでしょ、ヌード3番4番5番で、これより奥行くと何番ぐらいもらったんだかな、濃くなるわけで、それだとヌードしないからこういう感じで買ったじゃん。でもちろんヌード3番から私買ってるけど、ヌード1番2番あるのね。なんだけどこれちょっと明るすぎかなと思って手出さなかったんだけど、近い将来お客さんにつけてて、これより明るいの必要だなと思ったら買いに行くかもしれない。私はテクスチャーすごい好きなんだよね。なんか人によってこの 90s スタイル以外のこのヌードの345あたりのは乾燥しやすいって言ってる人がいるんだけど、店員さんでも乾燥するって言ってて、だからつけるときは絶対リップグロスも上からつけて保湿しながらっていう感じになると思うんだけど、じゃあこれもちょっと見せますね。これはローズゴールドで、かわいい、もう自分で持ってるからあれだけどかわいい。これローズゴールド見える？ちょっとごめんな、このステインごめんね。このステインごめんね。こういう感じだっけ。で、あのさ、このグロスを見てもらうと分かるんだけど、キラキラしてるでしょ。最近のグロスはあれみたい。こういうちょっとしたもうラメ、グリッターじゃなくてラメみたいな。なんかほら90年代に流行ったじゃんか、ラメ。なんかそういう感じよ、本当に。って感じで、こうキラキラしたさ、ラメが入ってるのね。で、見てわかる通りステインになってるじゃんか。だからティッシュで拭いただけだとステインになる。うん。っていうのをよかったら知っておくといいかもしれません。エリセン ?OK。これが KKW Beauty のリップスティックたちじゃない？で、私はもう一個あるわけですよ。次がモーフィーなんだけど、見て。開けるとこういう感じになってる。お兄さんお兄さんじゃん。で、モーフィーですごいね、このラッピング。モーフィーで何を買ったかっていうと、ジャックリン・ヒルの一番新しいパレットで、もう1個がモーフィーのアイライナーなんだけど、白のカラーを買いました。で、ジャックリン、このアイシャドウパレットね、開けるともうすごい流行っているカラーがいっぱい入ってるんですよ。こうカラーがパッて、もう明るい、ピグメントがものすごい強い、発色がすごいで、流行ってるカラーがもういっぱい詰まってる感じだったのね。だからこれは 1個持っとくといいかなみたいな感じで思って。見てこの色すごくね。なんかここら辺とかもニオンだよ、ニオン。あー、ケーフォハニオンのカラー。なんかこのピンクとかももうビビッとピンクみたいな感じだし、もう赤は超赤だし、まあ、すごい楽しそうなパレットですね。ちゃんとヌードカラーも入ってるしね。うん、いいじゃない。だからこれちょっと使っていろいろ楽しくお化粧できたらいいじゃないですか。これは自分で買ったのね。1個自分にアイシャドウパレット、1個はお客様にということで、はい、これを買いましたよ。で、アイライナーは白なんだけど、そう、アイライナーはそう、これはね白なんだよ。なんかすごく白く発色するっぽかったからこれを買ったのね。そういう感じ、まあ、ただのアイライナーだよね。もういいじゃない。ピグメントの白、強い白。なんかさ、私白いアイライナーの白いアイライナー持ってたんだよね。 NYX からのやつだったんだけど、あれ乾燥するとすごいこうクラックしてくるわけ、割れてきちゃうのね。すっごい見栄えが悪いからどうしたもんかなと思って、でモーフィーであったから、レビューとかも調べてないけど、まあここのさ会社は何でも商品作るとき頑張ってなんだろう、いいものを作ろうとしてるわけじゃないか。っていうか、どの化粧品もそうだけど、いいものを作ろうとするわけじゃないか。だからモーフィーもいいに違いないと思って。っていうか、モーフィーで言うとみんなアイシャドウブラシ、モーフィーで言うとみんなブラシとか、あとアイシャドウパレットに注目すると思うけど、リップスティックとか、あとリップグロスとかもいろいろ出してるし、まあ、どれもすごいいいんだよね。私モーフィーのアイシャドウ、モーフィーのコンシーラー持ってるけどすごいいいし、だから正直な話、もうあれですよね。なんか今までにない化粧品が全てこう、今までにない良すぎるクオリティで、どこも全て全部なんかアイライナーとかも探してた時に、自分のお客さん用にアイライナー探してた時に、なんかどの会社も結局いいものを作ってるから、もうどれでもいいじゃんっていう感じになってきたよね。でもその中でもやっぱりこうちょっと違うわけじゃない。だからそれをこう使ってる間に、あ、こういうことでこうなのねみたいな、まあいろいろあると思うんだけど、とりあえずそうですよ。これは白いの買ったの、まあこれでいろいろ遊べると思って、そんな感じなんですよ。私の買い物したものは、私がショッピングしたところはセフォラとモーフィーと、あとオーターでKKW ビューティーを買いました。はい、じゃあまたねー。バイ。